え、こいつをつけてもふはははは、は終わったと思ったかとか復活戦。うわぁ、地を裂き、海を作り、空をも焼き尽くす。これが究極の破壊者、ダグジャガルマだ。なんそれ。尻尾になったし、向こうが。え、逆転。ちょ。このダグジャガルマでアユナ、貴様をこの世界から蹴ち去ってやる。え、終わりはあるのか。あ、また来たよ。また来たよ。なんかさっきのでも結構長いなって思ったんやけどさ、今回さらに長いんじゃない？だって絶対体力増えとるやろ。あ、でも与えれるダメージはまあまあまあいい感じ。あ、でも向こうからのダメージがちょっと増えたかな。ちょっとね、あくまでちょっとね。みんな頑張れ。大丈夫？大丈夫よね。いや、いけるよ。いけるさ。いけるとき。行こうぞ。5段階活用。今5段階あったかどうかでも、ちょっと定かじゃないけど。頑張って。爆裂剣。お、うん、回復回復。命大事に。まあ今そんなに減ってなかったけどね。素早さ減少。あ、なんかいろいろと減少させよるわけやね。よしよし。うぃー、ミス。でさ、圧縮切り。圧縮切り？もう圧縮って聞いたら布団とかしか思い浮かばんねんけど。なんかあることない？押し入れにしまい込むときとかにさ、なんかこう、真空パックみたいな感じするやつ。布団を、ぺったんぺったんの。あれ、昔テレビで見よってさ、なんか、主婦でもない普通に子供やのに、あ、いいな、欲しいなって思いよった。なんとなく。ああいうね、なんか、テレビの通販って見よって面白いよね。本当にそんなに効くんかって思うようなのもあるし。なんかさっき結構なダメージ受けんかった、こっち。ほら、指導とか、ちょっと体力やばいよ。回復回復。何がそんなに効いたんだ。普段の攻撃別にそうでもないもんね。ちゃんと回復してね。あ、オッケーオッケー、ベハマズン。あ、てか向こう4マス分もあるんや。さっき3マス分やったぽいよね。え、こいつをつけても、ふはははは、は終わったと思ったかとか復活戦。大丈夫？ちょっと調子に乗らないでよ。お腹の顔が本体？いや、上にちっちゃい顔がちゃんとあるんか。あっちが本体。まあ、よくわからんわ。尻尾にも顔あるし。なんか、ポケモンにもさ、尻尾に顔あるやつおったよね。あの、キリン力。あれなんか、キリン本体の方と尻尾ってなんかそれぞれ脳みそがあるみたいなの聞いたけど。聞いたっていうか昔漫画 ?4 コマ漫画かなんかで読んだんかな。キリン力とキリン本体はなんかそれぞれ意志を持っとるって。とか言っとる間に、イェイ、やっつけた。イェーイ、私に勝てると思うねよ。どうよ、今度こそ。あんたの負けよ、ダークマスター。奪ったスターシードを返してもらうわ。そうだそうだ。いろんな顔がこっちを見よる。不気味。お、帰ってきた？スターシード。なんか目の前で粉々になりそうで怖い。早く取って。これは世界の希望と未来が詰まった種子よ。恨みつらみのために使うようなものじゃない。そのまま消えてなくなりなさい。この世界に、あんたの居場所なんかない。そうだそうだ。おのれ。うわー。なになに、お亡くなり？おっしゃー、やっつけた。やっつけたよ、エナーテ。
今度こそ。終わったわね、アユナ。さあ、もう一つはシード。今度こそ大丈夫やろ。使わないで、なんてことないやろ。さあ、受け取れ、エナーテ。てか、ああいう状態でもちゃんと周りの様子はわかるんやね。お、出てきた。ほわっ。おー。エナーテ、エナーテ。ん？あなたは、アユナと、誰？あ、知らんのや、やっぱり。寝ぼけてるの？私のことはあんたが知らないはずがないでしょ？え？お？どういうことだ？思い出したわ。あなたはルキアの弟子。名前は確か、アロマ・ゲブズリン。なんだその名字。ゲブズリンって言うな。あ、やっぱ気にしとんや、そこ。なんか間が。あ、本名を呼ばれるの嫌いなのよ。ともかく、私はいかにもルキア先生の一番弟子だったアロマよ。そして、レジスタンスのリーダーだったルキアの正体でもあるわね。ということは、つまり、ルキアもエイリアスだったのね。あ、知らんかったんやね。まあ、いろいろと事情があってね。先生の姿を借りてたってわけ。さておき、なんとかあんたを助けたけど、どっかおかしいところはない？ダークマスターの件はさすがに予想外でね。影響でも残ったら大変なんだからさ。大丈夫かなんか。ふははは、って笑い出さんよね。大丈夫のようだわ。どこにも異常は見当たらないみたい。ありがとう、アユナ、アロマ。まさかマザーを修復してくれるなんて。いえいえ。長年共に戦い抜いてきた同士よ。私は絶対に捨てたりしないわ。それに、犠牲あっての勝利なんてごめんよ。私はハッピーエンドが大好きなの。それに、マザーをどうにかしないと彼らも解放できなかったしね。彼らって？おお。彼らはコールドスリーブしたままマザーに取り込まれていた移民たちよ。あ、なるほど。センタービルとかに住んどった人ってこと？彼らも、ずいぶん待たせてしまったわね。でもこれでやっと全てが終わった。確かにそういえばあのまま終わっとったら、人間は結局おらんかったまんまってことになるもんね。さあ、これからは忙しくなるわよ。目覚めた人たちの生活を再建するんだから。あんたたちにもたくさん働いてもらうわ。いいわね、アユナ、レナーテ。優しげな顔をしている。おお、戻ってきた。もうボロボロやけどね、ここ。ん？あれは。何？知り合い同士じゃなかったの？おお、びっくりした。アイナ、アロマが私とあなたを呼んでいるわ。話があると言われたの。アロマはビルの地下1階にいるはずよ。待たせるのも悪いわ。行きましょ。ほいほい。じゃあちょっと、ビルの地下1階ね、行こうじゃないか。全然レナーテついてきてないけど。レナーテやったっけ？毎回そこの名前。エレベーターが動いている。利用しますか。ほい、地下1階。さあ、アロマ来たよ。なんか後ろめっちゃいっぱいおる。お、人もおる。すげえ。来てくれたのね。でもここじゃ話しづらいか。よし、屋上まで来てくれない？詳しいことはそこで話すわ。なんだよ、さっきから。ありがとう。それじゃあ行くわよ。お、勝手に移動してくれるのか。それはよかった。どうした？お、いつの間にエナーテ。エナーテ？レナーテか。お、やっと来たわね、二人とも。悪いわね、わざわざ呼び出したりして。いえいえ。アロマ、何かあったの？どうした？深刻な話？
移民もだいぶ落ち着いて、移民もだいぶ落ち着いて暇になったら、ちょっとやりたいことができたのよ。なんだ？かつて、私たちは故郷の星を捨てた。仕方なかったとはいえ、ひどく無責任よね。故郷の星は汚染が広がっていたのでしょ？人間たちが逃げたのは間違っていない。あ、ここは地球ではないということか。そうかもしれない。でも見つけたのよ。故郷を救うための希望の灯火を。何？お？コールドスリープから目覚めた学者たちと、ここしばらく研究してたんだけどね。どれぐらい経っとんやろ、あれから。アイナルの戦闘データのおかげで、人工的にスターピースを合成できそうなの。新しいスターシールさえ完成できれば、故郷の星も、きっと救えるはず。おー、すごいね。技術が。そのためには、当然、ブレイクワールドとさよならしないといけないけどね。ポイントゼロに緊急脱出用のポットがまだ残っているから、それを使うつもり。それで、旅立つ前にお願いがあるの。私とリアクターを交換してくれない？センチメンタリズムというか、その、ブレイクワールドの思い出が欲しいのよ。だから、ね、リアクターを交換してくれる？いいよいいよ。ありがとう。それじゃあ中のデータとか、後で困らないようにコピーするわね。なんかこっちにデータを、残してきそうな感じ。これ、大事にするからさ。私のリアクターも大事にしてよね。オッケーよ、もちろん。よろしい。それじゃあ行くわね。今までいろいろありがとう。元気でね。そっちこそ元気で。抱き合うとかないんかい。いつか故郷の星が復活したら、あんたのことを語り継ごうと思うの。宇宙の果てにある、壊れた世界を救った伝説のモンスターマスターがいるってね。そんなに遠いんや、故郷の星って。いやー、なんか寂しくなるね。サイヤ人が乗ってきた宇宙船みたいな。え、その二人も一緒に行くん？マジか。何を話してるんだ、聞こえないぞ。いやー、寂しい。いよいよ旅立ちか。無事に着くんかな。アロマ気に入っとったのに、お、飛び立ち方までサイヤ人のやつみたいやん。もう最後は何も言わない。美人だな、アロマ。あの三人で、星をやり直すってすごいね。国どころじゃないよ。ジ・エンド。ほう、そういう終わり方。そこで噛むかよ。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。